でピアノ、バイオリン、ホームシアター、木管楽器、ボーカル、この辺の向けのスタジオであれば1万8000円ほどで実現が可能になっています。リフォームなんでちょっと金利も安いんですよね。でそういう形で15年で組めるっていうのはすごくお得だと思いますので、皆さんこんにちは。ボーンアドバイザーバトシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。今日はプロが作る防音室が月額1万8000円から購入できるという形でバドシーンで提携しているリフォームローンについてお話をさせていただきます。防音室って高価なものではあるんですけど、リフォームローン使うと1万8000円からピアノスタジオ実現できます。でこれは何でかっていうと、最大15年でリフォームローンっていうのは組むことができるんですよ。15年ですよ。最終の支払い日が満79歳代であれば大丈夫なので、64歳の方であれば最大15年でリフォームローンを組んで月額1万8000円から実現が可能という形になります。でこちらね、私たちのあのホームページの方でもかなり歌ってるんですけども、最近やっぱり利用する方っていうのが増えてきたので、やっぱこう月額で支払っていくってなると、自分たちのライフプランの中で月額この金額っていうのが実現可能かどうかっていう判断をいただければ、もちろん我々が作る防音室って性能保証もあるし、金額も安いわけではない。でもプロが作る本物の防音室を手に入れることができるんだったらそうしたいですっていう方が増えてきてるので、今回この動画撮らせていただいてます。でじゃあ1万8000円でどれぐらいのお部屋作れるのか、月額ね1万8000円でどれぐらいのお部屋が作れるのかっていうとですね、お部屋の広さとしては6畳想像してください。でピアノ、バイオリン、ホームシアター、木管楽器、ボーカル、この辺の向けのスタジオであれば1万8000円ほどで実現が可能になっています。でじゃあもうちょっと性能高いの欲しいよっていう方で言うと、まあ管楽器とかエレキギターとかエレキベース、あとはエレクトリックドラムも使いたいみたいな形で言うと、月額2万3000円ぐらいからお答えできている形になります。お部屋の広さは6畳ですよ。ドラムとか和太鼓とかバンドスタジオってなった場合で言うと、一応ベースがね8畳からっていう形に、お部屋はちょっと広くさせていただいてますけど、どうしても部屋がちっちゃくなっちゃうんでね、8畳からにはなりますけど、月額4万2000円からという形でお答えできてます。でリフォームローンってなかなかね、大規模なもので使う方って結構多いんですよ。リノベーションとかで使うよとか、あとは何だろうな、建物の構造自体を強化するために使うよみたいな感じで使う方って結構いるんですけど、まあ防音室の200万300万ぐらいの金額でも利用できるので、ぜひねうまく使ってもらいたいと思うんですね。15年っていう長い期間にはなるので、あとは歯の矯正ローンとかになると最近すごい人気なんですけど、これマックス10年なんですよ。で車のオートローンなんかでいうとマックス7年かなとかで組むのが限界値になってくるので、リフォームローンでなおかつ建設リフォームなんでちょっと金利も安いんですよね。でそういう形で15年で組めるっていうのはすごくお得だと思いますので、ぜひね活用いただければと思います。で皆様にとってもリフォームローン、私たちの提携のリフォームローンでやるっていうのはすごいメリットがあって、でまず銀行とかのリフォームローンを使う場合でいうと、例えば審査行ったりとか見積書持って行ったりとか書類集めたりとかっていうのも全部ご自身で動いていただくことになっちゃうんですけども、我々が提携しているリフォームローンで言いますと、私たちがお客様からフルネームいただいて、メールアドレスいただいて、で私たちがお見積書を作ればメールのフォームで URL を送って、ご自身で審査打ち込むべきところを全部打ち込んで審査お願いしますっていう形で送信してもらえれば審査が降りてきます。だからそれぐらい簡単にリフォームローンっていうのを申し込めますし、もちろん審査は提携している会社の方でしっかりと行っているので、その審査が通れば我々も安心してお客様と防音室の方に着手できるっていう、すごいいいメリットがあります。でこうウェブからね審査可能っていうところは結構他にもメリットがあって、
オプションなどで金額が変わっちゃったみたいな、例えばこうお打ち合わせしてるうちに吸音パネルもうちょっとこだわっていい生地使いたいとか、床のフローリングこれが標準だったけどもうちょっといいフローリング使いたいとか、ドアに窓つけたいとか、そういう形で金額って変わってきちゃうんですよ。その時に再審査もウェブから可能になります。これって銀行とかになると見積書を再度持って行って、でそこでまた再審査を受けて、で予診が取れてみたいな形のものをまたご自身で動いていただかなきゃいけなくなるので、すごくあの手間もかかってくるんですけど、この再審査っていうものもウェブから行える形になるのですごくメリットあります。であとだいたい3ヶ月なんですよ、この予診から実行までの有効期限がだいたい3ヶ月なんですけど、これじゃあ予診通ったんで進めてくださいっていう形で銀行からご連絡いただいて、お客様が来て、でそこからお打ち合わせしたり図面作成したり、じゃあ工事着手して、じゃあそこから工事期間決めて動いていくってなった時に3ヶ月でね完了できないケースっていうのも意外とあるんですよ。申し訳ないです。その時って金額の変更とか日程の変更っていうのはまたお客様の方で銀行の方に行っていただく形になるので、自身で窓口に行ってねやり取りを全部やっていただく形になるので、またちょっと休み取らなきゃみたいなことになることもあるんですよね。その辺はこの予診含めてウェブでできるような形になるので、バドシーンで全部コントロールできるような形になるので、ぜひねご利用いただければと思います。で楽器を練習したいとか歌いたいとかゲーム実況したいとか映画を見まくりたいなどなどね、楽しみの時間にうまくリフォームローン使っていただいて、この15年っていう有効な期間をねうまく使ってご自身の理想の部屋っていうのを手に入れていただきたいと思っております。で契約時には1個だけお願いがあって、こう T ポイント付きのクレジットカードっていうものを作っていただきます。でこれは年会費は完全無料になっているので、登録とかねいろいろなものをまたウェブでやっていただく形になるんですけど、それで本物の防音室が手に入るんだったらいいよねって考えてくれて月額支払いを選択していただいている方も非常に多いので、ぜひねその辺皆様にはお勧めしたいと思っております。ぜひね詳しく、ウェブページの方にも詳しく書いてありますので、リフォームローンのおすすめっていう形でね、こちらを見ていただいてバドシーンに相談したいと思っていただいた方は、この月額の支払いでこの金額だったらいけるっていうのを、持っていただいた上でですね、私たちの方で審査ができる URL など送っていきますので、ぜひねご活用いただければと思います。でこれからもですね、音についてもっと詳しく知りたいとか、もっと防音についての内容を知りたいという方はですね、チャンネル登録の方していただいて通知設定設定いただければと思います。で動画のね高評価も我々にとってぜひ励みになりますし、コメントなどいただいた方には私が基本的には全て返してますので、ぜひチャンネルの方を一緒に盛り上げていただければと思います。本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。防音アドバイザーバドシーン並木でした。ありがとうございました。